このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが番組スタッフ越前 AP に秋田県内の知ったけいいところをプレゼンするコーナーです。勝者には椎名ちゃんの番組内で自身の冠コーナー獲得の権利が。今日も番組スタッフ越前 AP に気に入られるためにチェスの2人がそれぞれ自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら街の魅力もお伝えします。今回は松鳳山長谷寺にお邪魔します。ちょっと入ってみてみてくださいこれ。え、すごい、すごいから、うわっ、これすごい、すごくね、ちょっと見て、ちょっとこれした、ちょっと待って、思ったより全然でかい。ちょっとこっち、あったでしょ、でこっち側来ても、あ、ほら、あ、黒目が動いてる感じに見える、うん、ほら見てる感じするね。そう、そうね、見てるように見える、ね、感じしますよね。うん、あ、お邪魔してます。よし、あ、こちら本物の住職さんです。どうも、はじめまして。ちゃんとしてまして、よろしくお願いします。さっきやったじゃん。こんなところにこんなものがあると思いませんよね。そうですよね。これ何メートルぐらいこれあるんですか。150惜しい。7メートル、うん、まあ、26尺なので、7.83 か。あ、まあ、下から、ここからだと10メートル近いですね。いや、そんなもんそうですよね。できてからどのぐらいになるんですか。これ、今のものは明治26年です。はい、すごい。すごい綺麗ですけど、うん、金箔ですからね、そんなに簡単には、ね、金ではないです、残念ながら。金箔で、金箔です。あ、それだけ長持ちするっていう。金箔はまあ変化しないです、金は変化しないですから、ね、まあ、剥げますけど、うん、下が漆でその上に金箔なので、まあ、剥げたりはしますけど、うん、足元と上とちょっと色が違うのは足元はちょっと修復したんですね。で、明治の時代の金箔と、うんうん、最近の金箔は色が違うというですね。上は多分銅の成分多いんでしょうね。大きな大仏さん、はい、大仏さんは観音様なんですけどね、はい、観音様の後ろのこの小さい仏像、はい、これも小観音さんなんですが、これはなんでここにこう飾ってあるかというと、いろんな方、元は全部名前ついてたんですね。一体一体そのいろんな願いが込められた小観音様をお飾りしたということなんです。これなかなかないんじゃないかなと。はあ、願いが、シャンペンか、シャンペンかと思ったら、あれ？シャンペン、シャンペンだ、シャンペン。あ、仏像さんのことですか？いやいやいや、そんなこと言う人初めて見た。これお金見てもらうと分かるんですが、ちょっと前傾してるんですね。ああ、ちょっと確かに、あ、本当だ。はいはい。ちょうど入った時に目が合わなかったしでしょうね。ああ、それでなんですね。ちょっと目が合って、うん、見守られてる感じっていうのを表現したかったんでしょうね。すごいバランスでこう立ってますね。まあまあ、後ろに鉄の棒と鎖で、安全確保の鎖でつながってますけど、ある方はこれ、マイケル・ジャクソンって言ってます。ああ、ありましたね。はいはいはい。シャンペンだとマイケル・ジャクソンだと。次回も知ったけいいとこプレゼンします。